ラッコのブログプレゼンツラッコの話で暇つぶしということでこのラジオは私ラッコが皆さんの暇つぶしに寄り添うべくゆるっと話をするラジオですということで皆さんおこんですラッコですはいということでねまあ最近ねちょっと仕事、まあ、終わるぐらい、まあ、5時ぐらいですけどねあのー、明るくないですか <laughs> なんかちょっと前まではなんか5時頃になってねもうあ暗いなーっていう感じ、うん、冬だなーっていう感じしてたんですけどなんか最近5時になっても全然明るいんでちょっとびっくりして,て、ねうん、なんか日が伸びてきたなーっていう感じで。 うーんだからこれはもう冬のね終わりが近づいてきてるのかなっていうねまあもう少しで3月ですからねそろそろなんか春にねこう移行していく時期だと思うんでねまあちょっと昼間暖かくて夜寒いみたいなねこのちょっと気温の寒暖差がまた激しくなってきてうん体調管理がちょっとね重要になってくる季節でもあると思うんですけどねうんまあそんな中でまああのー、僕ね最近 まあ深夜まで結構ね起きてることが多いんですよね、まあ、ある理由によって、うん、で、あのー、深夜に起きててねこの前あった話なんですけど、まあ、あれはね2時ぐらいかな深夜の2時ぐらいにあった話なんですけど、まあ、普通にその深夜起きてた時になんかね外からねなんか,なんかキャーキャーみたいな,なんかピーピーみたいななんかそんな感じの鳴き声がねこう聞こえてきたんですよであのたまにねあの僕が住んでる家の周りで なんかその猫が喧嘩してね「おい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 」みたいなねあの猫が喧嘩する時のあの声が結構その深夜に鳴り響いてることとかもあったんでまあ猫が喧嘩してるんだろうなって思ってたんですよねでもなんかずーっとねその声が聞こえるんですよいつもだったらまあ1分もしないうちにね泣きやむんですよね多分喧嘩が終わってみたいななんですけどその日はね深夜2時になんかピピピみたいな声がずーっとね1分以上聞こえてるんですよ でなんかそれ1分以上聞こえてるとこ何でだろうなって思い始めるじゃないですかでその声聞いてたらなんかやっぱ猫と違って「おいおいおい」じゃなくてピーピーピーみたいな感じで泣いてるんでもしかしたらこれ猫じゃないのかなって思い始めてきたんですよであのー、ちょっとね窓を開けてまあその懐中電灯でねその辺りをこう照らしてみたんですよ そしたらあのなんかちょっと広い場所がありましてでその広い場所の砂利の上でなんかね生物がねこう暴れてるんですよ。でな,なんだろうなと思って猫かなと思ってね照らして見てたんですよ。でまあこの遠くからね暗い中懐中電灯で照らしてみる感じちょっと猫みたいにこうちゃんと毛があってちょっと胴体長いみたいな感じで四足歩行でみたいなねそんな感じの生物が2匹こう喧嘩してるんですよじゃれ合って。で BBB ってずーっと大きい声で泣いててなんだろうなーと思っててあのーずーっと照らしてたんですよね <laughs> そしたらあのーなんか照らされてるなーって思ったんでしょうね人間がなんか家の窓から照らしてやがるみたいな <laughs> 感じで多分喧嘩をやめたんですよねで喧嘩やめてあの近くにあったフェンスによじ登ってフェンスを歩いてったんですよでその時もずーっと僕照らして見てたんですけど最初ね やっぱりフェンスってこうめっちゃ細いじゃないですかあの乗ろうとするとで、まあ、猫ってね結構バランス感覚よくてフェンスとかね全然歩けるじゃないですかだからあやっぱ猫かなと思いながら照らしながらこうね追ってったんですよ <laughs> でそしてある時にこう気づいたんですけど「猫じゃないな」って思ったんですよねうん歩いてる、うん、フェンスの上はちゃんとねバランス崩さずに歩いてるんだけど猫じゃないなって あの思い返してみればさっきの鳴き声も猫じゃないなって思い始めたんですよね。でよくよく観察してたらあのチラチラねその生物がこっちをね見てくるんですよ。やっぱり人間がねその家の窓から懐中電灯で照らしやがってみたいなね感じでこうチラチラ見てるんですよあいつはなんだみたいなね感じで見てて僕もねこうずーっと観察してて顔見えた瞬間に「タヌキだ!」と思って「<laughs> タヌキだあれ!」と思って。<laughs> 仲良くフェンスをね2人でこう縦一列になってね歩いてるんですよ。「タヌキだ!」ってなってその後にフェンスの,あの分岐点みたいなところであの僕の家と反対方向に歩いてたんですけどその時もちょくちょく僕ずっと照らしてるもんだからタヌキがねあのこっちをチラチラ見てるんですよね。でチラチラ見ててその後ちょっとね泣いたりもしてたんですけどそれでもずっと照らしてたらあの2人ねあの1匹は向こう側に行ってもう1匹は僕 僕の家の家方に歩いてきたんですよねであの、その時も照らして顔見てたらやっぱりタヌキだと思って <laughs> で、まあ、その後は僕の家の方に来てそこからどっかね隙間入ってっちゃったんですけど <laughs> まさかの深夜2時にタヌキが喧嘩してるっていうねびっくりしましたうんあの猫だと思ってたらタヌキだっていうねうんタヌキいるんだね <laughs> 普通にタヌキってびっくりしましたよ。なんかハクビシンとかもね僕の家の周りで一回見たことがあるんですよね。だからハクビシンとかの可能性もあるけどなーっていう感じで猫がハクビシンじゃないかまたは猫がハクビシンを食べようとしてるんじゃないかぐらいまで思ってたんですよね。そしたらまさかのタヌキでねちょっと僕びっくりしちゃいましたね。<laughs> 深夜2時に。 そののタタヌヌキキたたちちははは喧嘩すするるこことはないいんんででけどどねあ今にいるんですかねなんかあのー、ジブリでありましたよねポンポカタヌキ合戦みたいなあれみたいな感じであの普段は人間に化けてね人間として生活を送ってるけどなんかタヌキの里に戻るとタヌキになんかねなってなんかねこういろいろ話してるとかそういう世界線あるんですかねうんだとしたらどこにタヌキの里があるのかちょっと気になって探しちゃい。 そうになるんですけどねうん <laughs>、まあ、とにかくあのタヌキがね喧嘩して泣いてるっていうかタヌキあんな泣き声してるんだってねそういう発見もあってちょっと面白かったなっていうふうに思いましたねうんだからそのうちはあの時のねあのタヌキですとか言ってねピンポーンとか来たら面白いなとか思ってますはい <laughs> ということでね、えー、ここでちょっとニュースが届いてるんでニュースをお伝えしますラコさんお願いいしますはい ニュースをお伝えしますバランスボール過半数に効果和歌山田辺市職員和歌山県田辺市が田辺市が職員の腰痛対策などのため事務椅子代わりに導入したバランスボールについて使用する職人ら32人中過半数の19人が姿勢改善や腰痛改善などの効果を感じていることが 市職員会のアンケートで明らかになりました以上、ニュースでした。はい、ラコゾウさんありがとうございました。ということでね、これはもう、職場改革ですようん。びっくりしました。あのー、多分これ、産経新聞さんなんですけど、まあ、ちょっと画像をお借りしてね、今から YouTube の皆さんはね、見てもらいたいと思います。はい、これです。 まあ、ね、ああねねのののの普通の市役所の、ね、あの風景です皆さん思い浮かべてくださいスプーンの皆さんを、ね、思い浮かべてくださいでその市役所の風景デスクにね女の人が3人座ってるんですけどそのね椅子が全部バランスボールになってます <laughs> いやーこれはねびっくりですよね驚きの光景多分ね10年前20年前 かららしたら絶対にありえない光景ですよ今だからこそ見れるようなそういう光景になってますけど <laughs> まあ女の人がねデスクに向かって座ってるんですけどそれがバランスボールっていうね <laughs> まあちゃんとねバランスボールはね滑っちゃうんでその下にねこう滑らないようにリングみたいなのがねあの置いてあるんですけど。 うん、これがね、あのー、腰痛対策の理由からちょっと導入し始めたということでね、あのー、結構32人中過半数の19人があの効果をね実感してるということでね。 あこれすごいですよね、まあ。バランスボールっていうのは分かりますよね。なんかゴムみたいなやつに空気を入れて膨らまして、まあ、でっかい円になるんですよ。で、まあフィットネスとかでね、よく使われてるようなバランスとって、それで体幹鍛えましょうとかね、なんか姿勢改善しましょうみたいな、そういう商品なんですけどね、それをまさかの仕事場にね、導入しちゃうっていう、あこれはね、ちょっともう、改革ですよねうん。でね、このバランスボールっていうのは、 まあその何て言うかな実費でこう持ってきたら使っていいよみたいな多分感じなんですよねうんでそれをバランスボール持ってきましたって言ってまあバランスボールを椅子代わりにしていいですかっていう多分申請して OK ってなった人が使えるみたいなでまあそのやつねまあバランスボール1個に対して複数人がこう使うこともあるということなんですけどまあこれをね試験的にこう導入してって まあ、去年2月から本格導入して、まあ、全職員の使用を認めたということなんでねうんこれは本当にすごいなっていう懐もそうですよねなんかそのやっぱり上司とかってやっぱその年いってる場合多いじゃないですかだから昭和生まれとかの方が多いと思うんですけど、まあ、そういう方がねやっぱりそのちょっとね昔からの,あの習慣とかをこう大切に大切にするっていう 感じののこととが多いい思うううんですよそういう年代の人って、うん、だから今時のねなんか TikTok を見てもねなんか若い子はね踊ってるみたいなそういうなんかちょっと冷めた目に見てるみたいな部分もあると思うんですよそんな中でじゃあ自分たちの職場にバランスボールを取り入れようってねあのー、考えて導入に至った行動した人、うん、すごくね柔軟な考え持ってていい上司だなというかねいい役職の人だなって思いますよ僕は。うん やっぱりまだまだね会社にいる上司だったりそういうちょっとお年を召した人はね頭が固い部分とかね昔ながらにとらわれすぎな部分もあるんでねうんその中でのこういう柔軟な発想をね、あのー、実際にやっちゃうっていうのはねすごくいいなって思いましただからこういう人がねどんどん増えてって、まあ、どん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 この働きやすい職場に変えていける人そういう人がねこう上に立ってほしいなとかね思っちゃいましたねはい。 とということでね、えー、ラコヒマシャープ5 7が始まりましたけどもあのー、まあちょっとね今日のトークなんですけど多分ラジオ好きじゃないと最後までついてこれない可能性があるトークになっております。はいなのでねちょっとあのー、ラジオあんまり普段から聴かないよっていう方はねちょっと覚悟して気合い入れて聞いてほしいなっていう。<laughs> であのー、まあラジオ好きでねまあもちろんねこの YouTube 自体がそのラジオ動画はラジオメインじゃないですかだからこれを聞いてくれてる時点で多分人の話を聞くのは好きだしラジオもなんなら好きっていう方がほとんどだと思うんでまあ安心してね今日は調べようかなって思うんですけど <laughs> あのまあ さっきね、あのー、タヌキの話したときに、僕、最近、その深夜まで起きていることが多いっていう話をしたと思うんですよ。で、それ、なんでかっていうと、まあ、ラジオ好きの方はね、ちょっと、あ、もしかしてって思ってるかもしれませんが、あのオールナイトニッポン55時間スペシャルがあったからなんですよ。うん でまあ、55時間、ね、先週の金、ね、土日ぐらいでこう放送されたんですけど、まあ、僕はね仕事とかあったりやりとがあったりとかしてね、あのー、リアタイでほぼ聞けなかったんですよだからそれをあの取り返すかのようにタイムフリーでめちゃめちゃ今、焦って聞,き聞いてるんですよ。うんあのー、多分前回のラジオでも話したと思うんですけどやっぱり聞きたい番組聞きたい人のラジオが多いんですよ。 やっぱ伝説のラジオって呼ばれてるねラジオとかもあるしあのもうレジェンドの人たちのラジオとかもあるしうんラジオの帝王伊集院さんのねラジオもあるしいろいろ聞きたくて何なら全部聞きたいぐらいカメアンコウさんとかねあの全然知らないんですけどでもちょっとあの歴史をたどってちょっと調べてみるとあこういう人なんだとかね だったら聞いてみたいなっていう思いもねこう出てきたりしてねうんなんか今まで知らなかった人だけどやっぱラジオをね昔からのレジェンドだから聞いてみたいっていうのもあるしっていう感じで今ね僕ねもう1週間しか猶予がないから。 うーんだって55時間ですよ。で僕ラジオねあの好きで結構ね一日に最低でも2番組3番組ぐらい聞いてる。うん、聞く時だとね4 番番組5番組ぐぐららいいは聞くぐらいなんですよねだからそこにプラスして55時間がのしかかるわけですよ。でそれを1週間でさばいてくださいって言われてるんですよ僕は今。うーんでもういつも聞いてるねあのラジオを聴きながらも55時間のやつも聞かなきゃいけない。うんまあこれ義務的な感じちょっと聞かなきゃいけないっていうと義務的な感じに聞こえるかもしれないんですけど、あのー、基本的ベースは聞きたいですから。うん聞きたい 聞きたいけど、時間がなさすぎて聞かなければいけないっていう表現になってる。それぐらい、今ね、あの、焦って聞いてます <laughs>。まあ、もちろんね、あの、楽しんで聞いてるんですけど、まあ、それでね、今のところ聞いてる、あのー、五十五時間スペシャルのラジオの、ちょっと感想をね。バンバン、バンバン、ちょっとアウトプットしていこうかなっていう <laughs>。今回のトークになっております。 はい、なのでね、まあ、あの、もう聞いてる方も結構多いと思うので、まあ、あの、確かにね、そこ面白かったよね、ああ、あの人のあのトーク面白かったよねっていう感覚で聞いてもらえればいいし、あの、全然ね、聞いてない、聞けてないよっていう方はね、へえ、そんな話してたんだっていう感じで、こう、楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。はい、ちょっとね、覚悟してくださいね。<laughs> 今からラジオ愛がね、あの溢れますから。はい まあ、で僕あの、聞いたやつで今から話していくんですけど、まあ、これは、ね、僕が聞いた順に話していくんでね、あのー、タイムテーブル順ではないんで、そこはちょっとご了承ください。はい、あとはまだ聞いてないけど、多分この1週間で頑張って聞けるところまで聞くんでねうん、それもまたおいおいちょっとね、あのー、次回のラジオとかで話していこうかなって思うんでね、はいまあ、とりあえず話します。はい、<laughs> まず、まあ、これは、ね、タイムテーブル順的に一番スタートですよね。 ナイナイさん、ナインティナインさん、お笑い芸人のあのナイナイさんがオープニングを飾ったわけなんですけどあのね、最初始まって再生した時になんかこう… オールナイトニッポン55時間スペシャルのオープニング的ななんか音声が流れたんですよね。うんそれでね、結構もうテンション上がりましたねうん。あれ、テンション上がらない人いるのかっていうぐらい上がりました。うんで、まあ、その歴史が今開幕するみたいな感じで始まって、そっからの、あの、ナイナイさんがね、TOKIO さんの、TOKIO って元ジャニーズ、今もジャニーズかの、あのー、空船をね、 歌うところから始まりまりす <laughs>「その船をこいでいけ」っていうあれから始まります2人で歌ってるところ始まります。でその後にあのに、ー「大丈夫だったかな?」みたいなね「空船」歌った後にお偉いさんがみんなぞろぞろ出てったみたいなね <laughs> そういうトークから始まりまして。うんで なんかそれでね、あのー、うまく歌えないけどなみたいなねそういう感じでまあ その後は、なんかいつものね、こう、ナイナイさんの、なんかちょっとコーナー的なのもやったりとかして、まあ、いつものラジオを組み込みつつも、なんか空船についてちょくちょくこう、触れるみたいなね、そんな感じとか、55時間のことに触れるみたいなね、感じで、結構ね、ナイナイさんスタートですごくね、いいなっていう、まあ、多分、オールナイト日本で一番やってる人たちが、多分、ナイナイさんだと思うんで、まあ、これはふさわしいな、オープニングにふさわしいな、別に鳥でもいいし、オープニング も全然飾れるしみたいな、ね、感じでうんなんかやっぱなイなイさんってすごいなって思いましたねはいでまあその後に聞いたのが、えー、とタモリさんと星野源さんゲストで星野源さんのやつねでタモリさんのラジオね僕噂では聞いてたんですよめっちゃ昔面白かったっていうね噂はめっちゃ聞いててもしタモリさんのラジオ聞ける機会があったら絶対聞きたいなって思ってた人の一人なんですよね で今回あのタモリさんの「オールナイトニッポン」で星野源さんが、ね、ゲストっていうことやねでねで僕ね最初これ見た時に何で星野源さんなんだろうなって思ってたんですよね、うんまあ、もちろん星野源さんもね全然そのもう何年もね「オールナイトニッポン」でやってますしあのトークも面白いし、ね、みたいな感じでね思ってたんですけどでも音楽じゃないですか結局ミュージシャン歌手じゃないですか でタモリさんねでもタモリさんって昔なんかジャズやってたっていうなんかそういう情報は僕の中に入ってたんでまあそれつながりなのかなと思ってね聞いてたんですよただねやっぱ最初タモリさんがね一人喋っててああんかよく聞く声だなっていう感じ、うん、いいともとかねあのー、なんだっけ「ミュージックステーション」とかねまあそういう感じで聞くようなねあの声でラジオを話しててね タモリさんがここまで上舌に話してるのをやかんや初めて聞いたんじゃないかなっていうぐらいだったんで個人的にはねだからねおーすごいなーと思いながらもう心ワクワクですよワクワクでこうタモさんのねあのラジオ聞いてたんですよでそのあとにねこう星野源さんがねこうトークに加わって話してたんですけどまあそんな中でねあのどんなトークやっぱするのかなって気になるじゃないですかタモリさんと星野源さん で聞いてたらねやっぱそのタモリさんの家にこう星野源さんが行ってご飯をごち走してもらったみたいな話してたんであすごいなんか意外と仲いいんだなっていう関係値も知れたしでねあとタモリさんがなんかアジフライの話について話し始めたんですよ。でアジフライっておいしいよなあれな見ると買っちゃうんだよなみたいな話してたんですけどその後にねあのでもアジの天ぷらあれね 食べるとあんんまり美味しくないんだよねみたいな話し始めて <laughs> であのアジの天ぷらでもねなんか前にねその街中を歩いてた時にあのアジの天ぷらみたいなのを見つけたらしいんですよねでそれをその時は買おうかな買おうかなどうしようかなみたいな感じで通り過ぎたらしいんですよでそっからまあはやかんや半年間ぐらい アジのの天ぷらななかってんだけどなでもなんか見ると食べたくなんだよなみたいなちょっと葛藤してたらしいんですよね。でそのまたその後にあのその店の前通った時にアジの天ぷらを買って食べたんですけどやっぱマジいなみたいな。<laughs> そのアジの天ぷらを買うのに半年迷ったっていうねうーんトークとかも披露しててでも確かにそのね なんかまずいのは分かってるんだけどでもなんかちょっとまずいのを確かめたいみたいなねそんな話もしててねなんかこれ分かりますよねうんなんかそのやっぱ見ると食べたくなっちゃうとかなんかまずいのは分かってるんだけどでも なんかねやっぱり最近食べてないしどんな味だったか鮮明に覚えてないからちょっと食べようかなみたいなねそんな感じで買ってまずいことを確認するみたいなねうそういうのもちょっとねわかる気がするんでねちょっと面白かったなっていうかあのタモさんからねアジフライの話になるとはね思ってなかったんでね面白いなーとか思いつつしかもやっぱりそのタモーリさんと星野源さんって結構落ち着いたトーンで話すんですよ2人とも。 落ち着いたトーンで話して、あのー、結構ね雰囲気のあるラジオちょっとなんか落ち着いた大人のラジオっていう感じもあったししかもそのやっぱ星野さんもタモリさんも音楽にね関わってる人なんであの音楽の話とかジャズの話とか星野さんも昔はなんかジャズとかねいろいろ聞いたりしてたみたいな話とかもしててなんかそれもそれで面白いなっていうかねうん感じでもう本当にね 最初にワクワクしながらこうその、ね、あのタモリさんの「オールナイトニッを再生し始めたワクワク感であのその聞き終わった時のワクワク感がね本当にねもう同じぐらいで。 大体、その、ハードルを上げて聞くと、なんかそのハードルを超えられないみたいなことあるじゃないですか。でもタモリさんのやつはね、全然、もうハードルをね、全然超えるぐらい面白くて、なんか落ち着いた雰囲気でね、なんか、いいラジオ聞いたなっていう感じになったんでね、もうさすがだなって思いましたね。はい。で、まあその後に聞いたのが、うんなんさん、うっちゃんなんちゃんさんの「オールナイトニッポン」。はい、これね。 まあその事務所の後輩でもある出川さんとバカリズムさんがゲストで来たんですけどねこれは本当にもうねタモリさんの,あの落ち着いたラジオ聴いた後にね雲南さんのやつ聞いたらもうわちゃわちゃですよ <laughs>。ま人数が多くてねあの4人っていうのもあったんですけどもうわっちゃわちゃでうんそれはこれで面白いなっていう。 感じでなんかこう出川さんのことをねバカリズムさん後輩なのにめちゃめちゃいじったりとかねうんしたりとかねこうあと内村さんとえとうんなんなんちゃんさん <laughs> 南原さん <laughs> あの内村さんと南原さんがやっぱあんまりこの共演しないというかやっぱコンビお笑い芸人のコンビってそういうのあるじゃないですか。 うん,なんかねこう別々でこう仕事をしてあんまりこう共演することはないみたいな感じだと思うんですけどあの久々にこう会ってねラジオをしてなんかこうしてる姿っていうのもまたいいですしうんまたそれに関連して生まれたねこのトークみたいなのも話したりとかしててうんそれも面白いしでねあとなんかその内村さんがなんかまあ普通にしゃべってはいたんですけど。 なんかこうエンジンがかかってない感じだったんですよねなのにエンディングになっていきなりあの内村さんのエンジンがかかり始めるんですよ <laughs> でエンジンかかり始めてあの南原さんもね「お前何でエンディングでエンジンかけ始めんだよ」みたいなね <laughs> 感じとかねそういうのも面白かったしでなんでエンジンかかったかっていうとなんか BS でやってるなんかね番組が面白いみたいな感じ、うん、この年になると BS のねやつ見始めるんだよみたいなで南原さんもねお「俺もそれ見てるわ」みたいなねそういうトークをしててね、うん、なんか面白いなっていう <laughs>。 <laughs> 感じて聞いいましたね <laughs> はい、でそのっ、えー、とイグジットで、えー、とゲストがクリーピーナッツさんこれも聞いたんですよでこれも聞いて、まあ、イグジットさん今「オールナイトニッポン」か「クロス」どっちかでやってるじゃないですかでそれはねちょっと聞けてないんですよね聞けてないけどやっぱクリーピーナッツさんは毎週聞いててあの好きなのであのーまあ、クリーピーさんが出るなら聞きたいな なんならそのイグジットさんもねこの機会にこうちょっとどういう話し方するのかなっていうのも気になってたんでまあ聞いてみようかなっていう感じで聞いたんですけどいやーこれもねいいですよねなんかお二方とも二グループともなんかこうパリピなイメージあるじゃないですかんなんかクリーピーナッツはもうラジオ聞いてわかるようにテンポも速いしなんかこうわちゃわちゃちょっとねえ なんていうかなパーティーみたいな感じなんですよね雰囲気的にであの EXIT さんもこのネタのね感じ見る限りちょっとパーリーピーポーな感じじゃないですかだからまあそれはねあのー、深掘ってみれば実はね設定なんですよみたいな感じのもあるとは思うんですけどまあでもそういう芸風で売ってたりするんでどういう感じのラ,ジあのラジオになるのかなと思って楽しみに聞いてたんですけど やっぱりいろいろ話していく中で EXIT さんとクリーピーナッツさんって多分昔ねあの一緒の番組はやってたんですよ今多分終わっちゃってると思うんですけどでその番組の話をしててねなんかめちゃくちゃあの番組緩かったなって話してたんですよねで、あのー、もしかしたら今そのねラジオ内ではなんかライブでもこう見れる。 みたたいなその様子をねね多分放送ししてたんでしょう、ね、だからそれで大体同じような状況だけどあの番組の方が今の「女手ニッポン55時間スペシャル」よりも緩かったって言ってるんですよだから今のラジオの方がちゃんとやってるみたいなねうんそれぐらいでなんかその昔やってた番組はもうなんかほとんど番組以内で放送できないような話とかもしててそれをスタッフさんの方スタッフの方たちがなんかこう一緒に楽しんで聴いてるみたいなね そういう現場だったらしくてね、うん、そういうい裏話とかも聞けてねああなんかいいなとか思いつつとかあとなんかその4人で番組やってた時になんかグッズを多分発売したんでしょうねでグッズを発売して各一人一人の,あのメンバーのグッズを多分発売してたんでしょうねでその中で EXIT、あのー、さんの 凛太郎さんのグッズだけが売れ残ってるみたいな話しててでそのせいで番組終わったんじゃねえかみたいなね話もしつつねでも結果的にその売れなかったグッズは自分で買ったりとかファンの人が3個も4個も買ってくれて一応完売はしたみたいな話しててねうんそれもちょっと面白かったなっていうね <laughs> もうチームプレイでねあの完売にしたみたいな感じで言っててねうんやっぱ面白いなとか思いながら聞いてましたねはい。 で、まあ、その後ですよね,、えー、っとね、クリームさんのラジオ、クリームシチューのオールナイトニッポン。これね、クリームさんのラジオね、これも僕、ちまたでねあの、めちゃめちゃ面白いっていう噂だけを聞いてて、あのいつか聞きたいなーと思ってたものなんですよ。うん、で、もうこれも楽しみで聞いたんですけど、まずね、始まりからもうね、ふざけまくってましたね。<laughs> <laughs> あの有田さんがめちゃめちゃこうふざけまくってそれに上田さんがめちゃめちゃツッコミながらトークしてくっていう展開ででなんか最初ね有田さんがなんかすごい変なキャラを入れて喋ってるんですよねでそれで <laughs> 最終的になんか文化放送の真似をしてなんかやってますみたいな感じで「お前文化放送に怒られるぞ」みたいな「そんなこと言うな」みたいなツッコミとかしててねあめっちゃもう始まりからめちゃめちゃ笑っちゃってうんで あのあとねあのー、どっちだったかな有田さんかな有田さんが上田さんの誕生日かなにスカパーのアンテナをねあのー、送ったらしいんですよ <laughs> 昔ねでそれお前あれ処分に困ったからなみたいな感じで <laughs> 言っててスカパーのアンテナ誕生日に送るんだとかねうんそういう話もしてたりとかあとなんか。 あなんていうかクリームさんが昔やってたのが多分星野源さんの今の枠だと思うんですよ。で <laughs> まあクリームのね「オールナイトニッポン」まあねこうちょっと長い休みをいただいていて今ね星野源さんが代打でやられてるんですけどみたいなねそういう冗談もかましながら。<laughs> クリームさんのラジオが終わってその後釜で多分星野源さんが入ってるんですよだから星野源さんが今やってるんですけどそれをあの自分たちの代打でやってるっていうねことも言い始めてめちゃめちゃ面白いと思ってあそういう発想なんだみたいなね感じとかねあとまあなんかなんていうかなこのラジオ今のクリームさんのラジオ聴いてるやつってみんなねあ昔のあれか 昔のクリームシチューさんのラジオ聴いてましたって言ってるやつみんな多分イフォーアップロードであの聞いてるやつだからみたいなみんなイフォーアップロードで聞いてやがるみたいなねそういう <laughs> もうこじつけですよねこじつけでなんか言い始めたりとかしてうんでなんかこういろんなねあの芸能人の方も聞いてましたって言ってるねパンサーの向井さんとかも聞いてるとか言ってたよみたいないやあいつも多分イフォーアップロードで聞いてるよみたいなね <laughs> <laughs> そういうちょっと辛口なねあのボケもかましてきつつ、うん、で日本放送の,あのスタッフの方もね「あの今まで若いのにクリームさんのラジオ全部聞いたことあります」って言っててね「なんでお前も違法アップロードか?」みたいな <laughs> もうねそういう感じで「日本放送の社員が違法アップロードで聞いていいのか?」みたいなねそういうちょっとなんて言うかな言われた側をヒヤッとするようなね。あの <laughs> <laughs> ことも言っっっててたたりとかかしてねすすごい面白かったですねう,んもう終始ね有田さんがボケまくって上田さんがツッコミまくるっていうねもうあのテンポ感本当にもう漫才と言っていいほどうんそれぐらいのラジオでねすごくね面白くてねもうなんかずーっとね笑っちゃっててもう聞き終わった頃にね腹筋が辛いっていう。ももうう腹筋ねもう100回分ぐらい のねあのー、腹筋使ったたんじゃなないいいかなそれぐらい笑いましたねうんあのねなんかこう僕の感覚的な感じなんですけどクリームさんのラジオってちょっとオードリーさんのラジオに雰囲気が似てるなっていう部分もあったんでねだからこそなんかすごく面白かったのかなとかねそういう感じも思いつつ。うんま どっちがこう影響を受けてるのか、クリームさんのやつに大鳥さんが影響を受けてるのか、もうそれは分かんないんですけどね。まあ、それか、たまたまこう雰囲気が似てるのか、うん、分かんないんですけど、まあでもね、そういう感じもあって、すごくね、面白かったです。これもね、期,期待値以上でしたね。はい。で、あのその次に聞いたのが、えっ、ー、と、佐久間信之さんとゲストで、あ、じゃ秋元康さんでゲストが佐久間信之さん。うん、この2人のコンビね、 うん、この2人はね結構佐久間さんのラジオになんかゲストで秋元さん来たりとかもしてた記憶があるしなんかやっぱり佐久間さんと秋元さんって結構関係値がある、あのー、お二方なんで、うん、まあここはね絶対面白いだろうなっていう。 なんなら2人ともやっぱプロデューサーっていう部分もあるじゃないですかだからそういう意味でなんかいろんな裏話とかなんかねちょっと普段聞けないような話が聞けるんじゃないかなっていう期待も込めてあの聞いていたんですけどまずねあの秋元康さんがちょっとね話した後に情報解禁前のねあの情報をポロって喋ったんですよ <laughs> でその内容が あのー、今度始まる「オールナイト富士」の MC が佐久間さんっていう情報解禁前の情報をポロッと話しちゃったんですよね。で佐久間さんが「まあまあまあ」みたいな感じの後に「えこれ話していい話ですか?」みたいな感じで言ったら秋元さんが「あのいやこれダメだよ」って言って「3月9日に情報解禁だから」みたいな <laughs> 感じで言って「嘘でしょ」みたいなね。で秋元さんが「 いやでもこれぐらいしていかないとねあのみんなやっぱトレンド入りしてて、ね、いいなって思うから、ね、俺たちもなんかこういろいろねアクションを起こしてトレンド入りしていかなきゃみたいな感じで、うん、それで情報解禁前の情報をポロっと話したらしいんですよ。だ <laughs> だからねささんすがなって やっぱり話題性を作るのに特化してるなっていうね感じであの人はほんと天才なんですごいなと思うしあの佐久間さんもね僕好きで毎週ね佐久間信行の「オールナイトニッポン ZERO」聴いてるわけなんですけどやっぱり佐久間さんもねなんかいいツッコミするし <laughs> もうあの2人ねなんかすごくいい話しててでその「オールナイト富士」が何ていうのに登場する 出演者があの3名ぐらい言ってたんですよ名前を、あのー。佐久間さん MC の後にあと誰々と誰々と誰々が、ね、出てねみたいな話を暴露してたんですよね。でその中に、あのー、森田さんの名前入ってたんですよ。さらば青春の光森田さん。このラジオでもね結構話してたおなじみの森田さんですよ。森田さんも出るって言って絶対見たいなと思って。オールナイト富士に司会が佐久間ちゃんで でそこに森田さんも出るみたいな、うん、これ絶対見るしかないでしょって思いながら僕は聞いてましたね。はい、<laughs> でまあその後にねこうタモリさんの凄さみたいなのも話したりとかあとまあこれもねあのこのラジオで話したことあるんですけど今55周年記念で、あのー、星野源さんとオードリー若林さんがさっ、あのー、作った、あのー、ラップの何、あのー、て言うかなジングルみたいなジングルというか CM というか。 がこう流れてるんでですよでめっちゃかっこいいラップをね若林さんが披露してるんですけどそれが流れた後のトークであの秋元さんがね「いやーかっこいいね」みたいな「あ違うな佐久間さんが振ったのかな今の若林がやってるんだけどかっこよくないですか?」みたいな。 で、秋元さんも、かっこいいよね、やっぱすごいよね、彼はね、みたいな感じの話してて、うん、なんか僕も嬉しくなっちゃいましたね。うん、オードリーの「オールナイトニッポン」もすごく好きでね、毎週聞いてて、もうリトルトゥースって言っていいほど聞いてると思うんですよ。うん、で、そんなね、人がこう、褒められる、天才に褒められる、これね、なんかね、自分のことのようにね、嬉しくなりましたね。うん。でな、あと、やっぱり秋元康さんって言ったら、やっぱりその AKB。 ね、乃木坂から始まって坂道シリーズみたいなイメージあるじゃないですかで AKB の, AK の、あのー、ことも話してて裏話みたいなでそれが前田敦子さんが卒業する、まあ、AKB の大看板っていったら前田敦子さんねもう一時期ブームになりましたよね僕がね高校生ぐらいかな時にあ中学生ぐらいかなめちゃめちゃこう,もう大ブームで流行っててもうクラスの男子ほとんどなんか。 AKB のななんか推しがいいるみたいな状況で、まあ、僕は別にねあんまり分かってはなかったけどただみんなが話してるからちょっとは知ってるみたいなねメンバーの名前ぐらいは知ってるちょっと曲も聞いたことあるぐらいなんですけど、うん、でもそんな AKB のね前田敦子さんが卒業の時の裏話してて、うん、あれも。 なんか事前にその卒業発表をこのライブでした方がいいですかねみたいな話相談されてどうしたらいいですかねってってまあでもしたけらねすればいいし別にまだいいやと思ったらしなくていいよみたいな感じで言ったらしいんですよ電話かなんかで。でもしあののの発表するんんだったらなんかその MC の なななんんていいううかなコーナーナみたいなのがあると思うんですよねライブってだいたい歌が何曲か続いた後にちょっとお話ゾーンがあってまた歌に戻るみたいなね。でその MC ゾーンで言うなら言えばいいんじゃないっていうところで、まあ、秋元さんもライブ見た時に、あのー、MC ゾーンになってもね言い出さないからあっ、のー、今日は言わないんだなって思ってたらし,らしいんですよ。でもその後にに前田敦子さんがなんか胸にこう手を 手を当ててななんかふうみたいなちょっと何て言うかな自分に気合を入れるというか落ち着かせるみたいな仕草をした瞬間に秋元さんが「あこれはもしかしてするかもな」みたいな感じで思ってたら前田敦子さんが卒業発表をして「あーみたいな感じのことがあったみたいな話してて「あそうなんだ」っていうねうんなんかね世間的なイメージだとまあ卒業も 決定とかしたらまあ、事前にね。もう言うことも決まったりとかして、あのー、発表するもんだと思うじゃないですか。でも、前田敦子さんはそのね。相談をしたぐらいで言うか、言わないかは当日本人にしかわからないっていう状況でしてたっていう裏話を聞いてあそうなんだ。っていうね。で、秋元さんがね。その後にその卒業発表を聞いて一番ハッとしたのはなんか？ スポンサーとかなんかそう CM 関係の人とかじゃないかなっていうねうん急にね卒業発表されたらその CM のなんかね <laughs> 組み替えとかもしなきゃいけないしね調整とかもしなきゃいけないからね一番バタバタしてたんじゃないかなみたいなね感じのことを話しててねうんなんかすごいなっていう, <laughs> うん感じというかあとまあそれでねあのなんていうかね AKB が、あのー、昔ね全盛期に、まあ、ラジオをやってたらしいんですよね、うん、一部ででその時に、あのー、その後に乃木坂がこう急上昇してきて乃木坂が結構もうトップアイドル界のトップみたいになのあるじゃないですかでその時に、あのー、その当時ね2部で乃木坂の、あのー、ラジオがやってたんですけどそれで社長が 乃木坂を一部に変えたいんですけどみたいな感じの話をされたらしいんですよねでその時にあのまあいろいろね条件を出してこれなら乃木坂一部にしてもいいぞみたいな感じで言って乃木坂一部に上がったらしいんですよでその後に乃木坂がやってた水曜日の二部の部分に空きが出るじゃないですか。 でそこをあのー、秋元さんが推薦して佐久間さんを推薦したらしいんですよ。で、あのー、佐久間さん推薦していろいろ会議された結果佐久間さんがそこに入るっていうねそういう佐久間さんが2部をやるきっかけになった経緯とかも知れてねすごくああそうなんだっていうねあのー、やっぱ佐久間さんって秋元さんが今すごくね注目してる人 らしいんですよ話聞いてると <laughs> うんだから本当にもっと佐久間を売り出していきたいみたいな感じで言っててメールとかでもねなんか佐久間さんの,あのプロデューサーは秋元さんだったのかみたいなね話もしてたりとかあとなんか最近そのちょっと前かな乃木坂の公式ライバルのアイドルグループができるみたいな話もあったじゃないですかであれ話題になっててあれはもしかして佐久間さんなんですかみたいな <laughs> 感じで秋元プロデュース佐久間さんが乃木坂に対抗するみたいな <laughs> そんな感じのとかもね話してたりとかして本当になんか面白い2人のトークだったなってねいう感じでしたねはい <laughs> まあねうん。 まあこれもう佐久間さん、秋元さんタッグはねちょっと喋りすぎたので、この辺にしてでまあ、その後にに聞いたのが、さんまさんのオールナイトニッポンです。で、ゲストに鶴瓶さん、笑福亭鶴,鶴瓶さんが来てあの話すっていう感じだったんですけど、まずね、さんまさんもこれもねレジェンドじゃないですか、だから、ね、本当に聞きたいなって思ってて、ハードルが上がってるラジオの一つでした。 でねあのー、さんまさん自体がオールナイトニッポンでやるのが42年ぶりということでねうんだから本当にもう確か話的には25歳ぐらいの時にやってたみたいな話してたんでそれぐらいですよねうーんでなんかこう2歳の子だったらもう40歳になってるみたいなねそういうなんかことも言ってたりとかしてでねなんかもう早めにねその 言ってくれっていうね「さんまのオーナーン日ニッポン」みたいな感じのことを言ってくれみたいなね、うん、これね言うのもねなんか決まりがあるらしくて霜降りさんのねあのラジオでよく前にね言ってたんですけど40何分を過ぎてもタイトルコール行かなかったらなんかスポンサーが怒るみたいなねそういう話もしてたんで多分早めにあのさんまさんにこうタイトルコール行ってくれって多分スタッフが言って。 ったたとこがあったんですよで、その時にさんまさんが「んビタースイートサンマ?」みたいな <laughs> 感じで言っててあーうまいなーと思ってビタースイートサンマをビタースイートサンマって言,う言っちゃうとかねうーんとかねあの独特の引き笑いとかもね炸裂したりとかしてでその後ですよねまあ鶴瓶さんが入ってきてあの話してたんですけどやっぱりその鶴瓶さんってさんまさんのまあ 先輩なんですよね。鶴瓶さんの方が先輩でなんか昔居候してたとかなんだかな。うんなんかそれぐらい、あの関係値が深いんですよね。<laughs> うんであのー、深いからこそ。なんか先輩だけど先輩だし、さんまさんは鶴瓶さんのことを兄さんって呼んでるんですよ。で、それぐらいなんですけど、やっぱフランクにね。 たまにタメ語とかもこうなんかね盛り込みながらこう喋ってて鶴瓶さんが「お前ちょいちょいタメ口になってるぞ」みたいなね感じとかも突っ込みながらね話してたんですけどやっぱね鶴瓶さんは自分が先輩っていう体裁を守りたいんだけどなんかねちょくちょくね噛むんですよ。で噛んだ時にさんまさんがもうすかさず突っ込んでるんですよね <laughs>。 容赦なく突っ込んでてめちゃめちゃ面白いしなんかそれがね30円って言おうとしたところを30年って言っちゃって <laughs> めちゃめちゃさんまさんが怒涛のね突っ込み入れてましたねうんそういうのも面白かったしあとなんかなんていうかなさんまさんまさんがいるとなんかその今ね鶴瓶さんが絶賛退場方針 なってるらしいんですよ多分体中にこうブツブツができて痒くなっちゃうみたいなね感じの帯状疱疹で体も痛くなるんですよねあれ確かうんだるかったりとかで体調悪いのに来てくれてるんですけどそれのことを「さんま方針」とか言い始めて <laughs> お前といるとマジで帯状疱疹がひどくなるわみたいなね感じていやいや何言ってるんですかみたいな感じでうんそういうトークも面白かったしあの本当にね鶴瓶さんがなんかもう体調悪いからかなんだか分かんないけどしどろもどろになってるんですよねトークでもかみかみだししどろもどろになってね言葉も出てこなくなったりとかしてでそこをさんまさんがすかさず全部いじってくっていうね面白しいししかもちょっとこれでね話してたトークで。 なんかある日さんまさんの電話に留守番が入ってたらしいんですよでその留守番を聞いてみたら鶴瓶さんからで「なんかワインありがとうございました」みたいな留守電が入ってたらしいんですよねでこれを聞いたさんまさんが「これってもしかして俺に遠回りにあのワイン明日買ってこい」って言ってるのかなって思ったらしくて急いでねワイン取り寄せたらしいんですよで。でで次の日かかなんか現場で会った時に ワイン持ってきましたみたいな感じで渡したら、あのー、その瞬間に鶴瓶さんが多分気づいてはあみたいなあ間違えたみたいな感じに、うん、なったみたいな話のトークをしててで、あのー、これねなんかそのさんまさんの後電話帳を開いてさんまさんの次ぐらいかその前ぐらい、まあ、隣接したところにその本当にその留守電を入れたかった人の名前があったらしいんですよ。なんですけど <laughs> 間違えてさんまさんに電話して留守電入れちゃってでこれの言い訳として鶴瓶さんが「いやいや違うね」みたいな「これなあの電話帳だなあの名前が隣接してたね」みたいな感じのこと言っててでさんまさんはいやあれあいうえおじだから普通に言ったらさんまさんは明石家さんまだからあるじゃないですか。 でその人の名前は全然「あの」あから離れたところだったんで「絶対間違えるわけないや」みたいな感じで言ってたんだけど「あのこれな」っつって「ほら見てみろ」みたいな感じでこう電話帳で探ってる時にあの電話帳を見てたんですよ。そしたらさんまさんがそれを多分見たんでしょうね見て「えー、こんな人も電話番号交換してるんや」みたいな感じで「<laughs> お前どこ見てんねん」みたいな <laughs> ま確かにそうですよね <laughs>。 普通はその人の名前をこう一緒に探すじゃないですかだけどさんまさんは「えー、こんなこんな女優さんとも連絡交換してるんや」みたいなね <laughs> もう着眼点がまず違うしうそこをねあの言って鶴瓶さんがん「どこ見てんねん」みたいな感じでね突っ込んでるとこもすごく面白かったしねうそんな感じもあったりとかして本当にねもう面白かったね。うこれも期待値以上の、ね、感じで 本当にさんまさんのラジオも聞けて本当に嬉しかったなーって思いましたねはいでねまあ、僕がね今のところ今水曜日なんですけど今のところ聞けてるあのー、最後です最後あーが伊住院さんですねこれもう今日聞きました <laughs> 今日聞きました、うん、でねやっぱ伊集院さんねもうジャンクの方でも聞いてますし、うん、ラジオの帝王と呼ばれるぐらいのねお方でトークもめちゃめちゃね面白いんでねもう楽しみというかねもう絶対面白いもう確信ですよねこれは、うん、いつも聞いてるんで、うん、か確信で聞いてみてでまあなんか伊集院さん33年ぶりぐらいかな でで戻ってきたとということで昔はね「あのオールナイトニッポン」の2部でやってたんですよね。で2部ってあのビタースイートサンバがオープニングで流れないんですよ。1部だとオープニングとエンディングで流せるんですけどあの2部の人ってオープニングは好きな歌で あのエンンディングでで流せるみたいいな感じらしいんですよね、うんまあ、もちろん一部でもね最初は「ビター・スイート・サンバ」流してエンディングでは好きな歌を流すっていう人も多いんですよね、うんまあ、そんな中で、まあ、2部であのオープニングから「ビター・スイート・サンバ」を流せなかったからこれね今回はねちゃんとした感じなのであのオープニングから流せるっていう感じでめっちゃ今ワクワクしてますみたいなね感じのことを言っててね、うん、でまあ 光の「オールナイトニッポン」みたいな感じで始まっておーみたいな感じになってたんですよね。でその後にまああの何、ー、て言うかなあの昔のその伊集院さんがやってた時代の2部の人たちのもう月曜から土曜日ぐらいのパーソナリティを全員ゲストに呼ぶっていう感じだったんですよね。 いろいろな人が来たんですけど、まあ、そのね伊集院さん以外の人はぶっちゃけ僕1人も知らなかったんですよ。1人も知らなかったけどやっぱね話聞いててね面白いですよねなんかこんなことがあったよねとかねうん昔はこういう感じだったよなみたいな、ね、感じで聞いててうんでなんかまずその伊集院さんって、あのー、昔ねオペラ歌手っていう設定でやってたんですよラジオを。<laughs> なんかそのね落語の人たちにはバレないようにということで嘘の設定、ね、オペラ歌手という設定を作ってあのラジオをやっていた師匠に内緒でラジオをやっていたっていう経緯があったんでオペラ歌手としてやってたんですよね。でまあその嘘で塗り固められてるけど、まあ、ペロペロしとかはしてないですよみたいなねちょっと今の時事ネタ問題をねこう絡めつつねいやさすがだなと思って聞いてたんですけど。 でねなんかその中で2部でやってた人であのななんだっけな小室さん小室さん音楽のねあの有名な小室さんのなんか弟子かなんかの人もあのやっててその人もゲストで来たんですけどその人がなんかその屋上でなんかバーベキューをやったらしいんですよね。 で、その時に小室さんも来たんだけどなんか小室さんの嫌いなその焼き魚を焼き始めて瞬間になんかすぐ帰ったとかねそういう話をしたりとかあと屋上でねあのー、バーベキューやってたら警察にね結構怒られたりとかしてたみたいな感じの話をしてたけどやっぱり昔の2部って。 なんか今の2部とは違うらしくてその構成というかね採用基準がで今の2部ってやっぱある程度売れたりとか話題性のある人を入れるじゃないですかだからだいたいお笑い芸人さん俳優さんとかねアイドルの方とか、まあ、そういうなんかもうみんなが知ってるような人たちがやってるわけですよだけど昔の2部っていうのはあの無名な人だけどなんかもしかしたら面白いんじゃないかみたいな感じでこうやってる だから、あのー、いつでもなんか話題とか,なんか視聴率とかに応じていつでも切られちゃうみたいなそういう感じの基準でやってたらしいんですよね。 だから、もうみんなね、必死だったらしいんですよ。もうとりあえず、何か話題になることをどん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 やっていかないと、切られちゃうから、やめさせられちゃうから、つって、いろいろその屋上でバーベキューやったりとかね、なんか街中に出て、こう、いろいろ人集めて、ラジオ放送してみたりとかね、そういうことをね、あの、頻繁にやってたらしいですよ。だから、それぐらいなんかこう、もう、なんていうか、戦いだったらしいです。昔の2部は。うん。で、 まあその何て言うかな他の例えば伊集院さんの曜日と違う曜日の人っていうのはもうちょっと敵対してるまであったらしいんですよあいつには負けないまあライバル的な感じですよねうんだからあのまあ別に仲悪かったわけじゃないと思うんですけどそういうちょっとライバルというかねあの商売的にはライバルみたいな感じでやってたらしいんですけどなんかある日その。 他の曜日のディレクターがこう来た時にあの何て言うかな自分たちの机にーんとはなんですけどそのボツメールもわざわざその採用メールと一緒に机にボンっていっぱい置いといて他の曜日のディレクターが来た時にそれを見てどうだ ここっちはこんななにメール来てるぞみたいなねそういう見栄の張り合いみたいなのもあったらしくて、うん、そういうの聞いてるとめっちゃ面白いなっていう <laughs> そんな見栄の張り方あるっていうね没メールも一緒にあの置いとくことによってこんなにいっぱい来てんだぞみたいな <laughs>。 もうなんかねそういうの聞いてると本当に面白いよねなんか大人のそういうちょっとした意地とかねなんかお茶目な部分とかってすごい面白いなってね思いながらこう聞いてたりとかしてうんなんかこれもすごくね面白かったなっていうね感じでしたねうんまあこんな感じでねちょっとめちゃめちゃ喋っちゃっててね今はね不安ですよ 僕はただ自分が面白かったなという部分をねこうベラベラ話してただけなんですけどこれが聴いてる皆さんにとっては面白いのかそれとも面白くないのかみたいなね感じでちょっと今不安になりりつつありま,す <laughs> まあでもねあのまだ土曜日ですよねこれが上がるのがだからギリ聴ける番組もある。 たぶん、ナイナイさんとかはもうね、1週間過ぎちゃってると思うんですけど、伊集院さんとかねあの、そこら辺のやつはたぶんまだ聞けると思うんで、ぜひね、ラジコで、オールナイトニッポン55時間スペシャルみたいな感じで検索すればいっぱい出てくると思うんで、あのまだ聞いてない方とかはね、ぜひこれをきっかけにちょっと聞いてほしいな。そしてねあのレ、レジェンド級の人たちも、あのラジオねあの、今夜限りかもしれないんで聞いてほしいし、 あとまだ僕もね全然まだ聴けてない番組いっぱいあるし聞きたい番組いっぱいあるんで引き続きねちょっといつものラジオに加えて頑張ってね全部聞く勢いでちょっと頑張りたいと思うんでね一緒に皆さんも楽しんでラジオを聞きましょうということで一旦休憩ですラッコの話で暇つぶしはいメール届いてます、えー、ラジオネームおぎラいスおいラッコラジオ熱がすごすぎて

一つよし <laughs> ちょっと待ってラジっこって何フジ <laughs> っコじゃんもうフジっコって分かります皆さんなんか乾燥したやつでジップロップみたいなのに入っててあのご飯の上にねこうかけるとちょっとしなっとしてきてねご飯にめっちゃ合うあのフジっこですよフ <laughs> ジっコじゃんラジっこってもう何なんかもうフ <laughs> <laughs> ちょっとそれはね違いますよねまあラジっ子っていいですよねラッコにもかかってるしラジオにもかかってるしなんならねあのー、ラジオの子でもいいですよねうんなんかラジオの子っていう映画新海さんね作ってくれないかな <laughs> 僕あの声優やりますようん全然あのー、ラジオ大好きなねあのー、主人公みたいなね全然やりますよ <laughs> まあでもそれもあるし あのまあ聞きようによってはねラジコみたいな感じですよねラジコラジコみたいなねおいラジコまだ許してねえぞ <laughs> まだマイリストをね全部消しやがったことを許してねえぞこっちはもうちょっとまあラジコはね好きですよいろんなラジオ聴けるんで聴けるし今もねちゃんとね使って聴いてるしうんラジオ愛用者なんですけどでもちょっと許せない部分あるぞうん <laughs>。 早くマイリストを返せっていうね感じのちょっと怒りもまたね思い出しちゃう感じなんですけどねうんちょっとねラジオ愛が強すぎたかなうんちょっといろいろ話しすぎたかな うん、しかもねあの一応ねあの面白かった部分とかはメモってはいたんですけどそのメモがねやっぱりちゃんと聞きたいんでメモもちょっと雑にメモってたんですよね、うん、だからちょっとね内容がちょっと食い違ってる部分もあったかもしれないんでね、うん、ちょっとそのここのやつちょっと違いますよっていう部分があればねちょっとコメントで修正してほしいなって思いますねはい <laughs> では続いて、えー、ラジオネーム「欲しいものはじゃがいも」 ラッコさん,おはこんですオールナイト55時間スペシャルやばかったですよねところでなぜ全てを聞き終わってないのですか僕は全てリアルタイムで聞きましたけどえっということでいやあおられたねー結構煽られてますねこれ <laughs> まあまあまあ確かにねうん本当のラジオ好きだったらね全てリアタイムしますよっていう感じだと思うんですけど本当か 55時間だよ。<laughs> 1日24時,時間だよ。ラジオ55時間だよ。あなた、やばくないっていう、本当かっていうね。絶対なんか深夜のね、2日目の深夜とか、ちょっと寝てたでしょ。30分ぐらい歌た寝たしてさ、やべえと思って起きてさ、なんかちょっとまだね、パーソナリティの悲し声が聞こえてきて。で、まあ30分ぐらいだけど、まあ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 、あとで聞き直せばね、 これはノーカウントだよみたいな感じで絶対なってるでしょ。うん、3日目の夜とかやばいでしょ、絶対。絶対寝てるよ、うん。寝たけど夢の中でも聞いてる気になってるから、あー、5 5時間リアルタイルしちゃったな、みたいな。多分そういう優越感に浸ってると思うけど、いや、絶対無理でしょ。うん、これだってね、ねまあラジオって言えばね、聞きながらいろいろできますよ。スポーツだあのね、なんか打ち込み作業だの、家事だの、掃除だの、いくらでもできますけど、 55時間置きっぱなしでラジオを聞くって結構ですよ。うん、しかも僕さっきラジオネーム読んだと「うん?」って言ったじゃないですかあ。なんでかっていうと「欲しいものはじゃがいも?」これなんか有名なハゲ職人の「欲しいものは欲しいも?」さんに似てるんですよね名前が。ちょっとこれ偽物感漂ってますよ。あの本当のラジオ好きっていうのはこういうマウントの取り方してこないと思うんですよね。うんだからちょっと怪しいなぁ。 うん、まあでもまあちょっとね55時,時間にリ当たりできなかったっていうのはちょっともう愛が足りないのかなうんまあさっきのトーク聞いてもらったら結構愛が溢れてた気もするんですけどね、うん、ちょっと愛が足りないのかなこの人の基準で言えば、うん、そこは申し訳ない、うん、ちょっと仕事とかもあったしいろいろねこうやることもあったから聞けなかったのはちょっと申し訳ない、うん、では続いて、えー、ラジオネームおろしおろおろおろしん <laughs> ラッコさんはアホコンです,アホコンです、えー、クリームさんのラジオを久々に聴けて嬉しかったです。でリアタイで55時間聴けてない人に言ってもしょうがないかごめんなさい今のは忘れてくださいということでそれはちょっとないでしょう何あからさまに <laughs> いいじゃんクリームさんのラジオを久々にかけて嬉しかったですねっつって「ラッコさんもねあの聞いたみたいですね」みたいなね「めっちゃ面白かったですよね」でいいじゃないですか。 なのに55時間聞けてない人に言ってもしょうがないかってちょっとそらないよっていうしかもこいつもそうだよねおろしおろおろおろしっておもちをお,おもちもちもちももちさんですよねこれ <laughs> それ絶対パクってますよねラジオネームちょっとダメですよこういうの欲しいもな欲しいもさんとかおもち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 ももち えとかさんのはのねあれパクちゃですよ <laughs>。もう偽物感漂ってますからね。うーん。ちょっとこれはよろしくないな。うん。なんでこんなね、偽物たちがちょっと寄ってきてるのか分かんないんですけど。えー、続いて、ラジオネーム、ハイヒールなビニール。ん <laughs> ラッコさん、おはこんですあ。おかんです。えー、オード。あ、すいません。55時間聞いてないって情報が入ったので、話すのはやめておきます。ということで。 お前もかお前まずハイヒールなビニールってこれ2ヒールなビニールさんですよねもう何ちょっとねニアミスみたいな感じですかねちょっと変えてればパクリじゃありませんよみたいなねそういうちょっといけない思想ですよねうんこれはよくないぞ しかも、オード、あ、すいませんって、これ、絶対オードリーさんのオールナイトニッポンですよね。その話しようとしましたよね、今ね。うーん、いいですよ、そのまんま。そんな55時間全部聞いてないっていう情報入ったとしても、オードリーさんの,あの話、僕、ついてけますから、全然。なんならあなた、上回れるぐらいの、多分知識はあると思います。はい。<laughs> うん、オードリーさんのも聞きましたよ、聞いてますよ、ちゃんと。うーん。まあ、 先週かな先週はフラタメさん来ましたよねうんフラストレーションタメグチさんね、来ましたよね <laughs> ラブレターズのゲストに。で、いろいろフラタメさんからこう、いろいろ引き出してってね、オードリーさんと4人でこうは楽しく話してましたよね、うん。聞いてますよ。で、その前の週で、あのー <laughs> まあ、春日さんのね、誕生日で、あのー、若林さんが、なんだっけな、ライオンズかなんかの帽子と、スツーシーの、 T シャツをあげたんですよねでそれでライオンズの帽子ライオンズか分かんないけどまあそういう昔の、ね、流行ったけど昔は手に入れられなかったようなそういう懐かしの帽子をね春日さんがねもらってめっちゃ「うわ!」みたいな感じで喜んでてでそれをかぶってね「うわめっちゃいいわ」みたいなもう春日があの今までね何か足りなかった部分がこれだったんだみたいなね <laughs>。 この帽子が足りなかったんだ。これをかぶってると春日完全体になれるみたいなね、感じでもうね、しばらくね、春日さんがもうそのね、ゾーンに入っちゃって、うわー、いいわありがとう、本当に。もう、この帽子は最高だわ。もう、春日、これで完全体だわみたいな感じの、あれ、<laughs> 面白くて。で、それを若林さんが見てね、お前、めっちゃ似合ってねえじゃんみたいな感じで茶化す感じとか。でも、春日さんはそれに同日ずね、うわー、めっちゃこの帽子いいわ。 うわーめっちゃ最高ありがとう本当に俺ね自分ではこういうの買わないけどねうーんもらって分かったわみたいなねそういう <laughs> もう悟り開いちゃってて <laughs> でなんかそのオードリーさんのラジオってトークゾーン終わった後にコーナーがあるんですよねでそこでなんか東洋一のツッコミ春日っていうのがあってまあリスナーからこうメールが届いてそれに対するあのツッコミ フレーズを当てるっていうそういうコーナーがあってでそれでね春日さんがものすごい勢いでね、あのー、一言一句間違わずに当てるんですよ。<laughs> でそれはその帽子をかぶって完全体になってるおかげだとかいう <laughs> そういうのもあったりとかしてね面白かったしあとなんか春日さんがその現場で。 若林さんんと廊下でですすれ違ったらしいんですよでその時に春日さんがその若林さんからもらったその帽子をかぶってたらしいんですよ。でそのすれ違う時も無言でねすれ違ったらしいんですけどそれがね、あのー、すごくねお二人ともね思うところがあったらしいんですよ。なんかその自分があげた帽子をかぶった相方が廊下で歩いてきて無言ですれ違うこれはもうどうかしてるよみたいな話を若林さんしてて。で春日さんも 迷っっって言っててよ言やっぱね若林さんからもらった帽子をかぶってるってことだからウィスみたいな使わせてもらってますみたいな感じで言おうか迷ったけどあのー、無言ですれ違っちゃったよねみたいな話しててうんなんかすごくねやっぱオードリーさんさすがだな面白いなって思いましたねうん <laughs> まあそんな感じでねうんちょっと今日はねあのー、ラジオは溢れる感じになっちゃってますけどただねよくないよこの偽物たち なんかワンピースの偽物たちが大集結してますみたいなねルフィの偽物ゾロの偽物サンジの偽物がね現れちゃった、ま、シャボンディ諸島にね集まっちゃってますよみたいなそんな感じの気分ですよ今 <laughs> ラジオ界の偽物たちが集まってきちゃってるからハガキ職人の偽物が集まってきちゃってるからうんこれはちょっと良くないんでねうん次回からはちょっとこの人たちはちゃんと自分でねラジオネームを考えて送ってきてほしいなって思いました <laughs> ということで一旦休憩です はい続いてはこちらのコーナーララッコアングランプリイエイ <laughs> ということでこのコーナーではあるお題に対してメールを募集しその中から一つグランプリを決めるというものですそして今回のお題は小指をぶつけた時あるあるグランプリです 小指をぶつけた時ってこんなことあるよなっていうお題に対してのメールを募集したのでその中から厳選してゴツを紹介していきたいと思いますということでねいややっぱね皆さん小指ぶつけることありますよねうんなんであれぶつけるんですかねやっぱり人間の外側ってちょっと空間認識能力がちょっと及ばないんですかねコントロールが及ばないんですかねうんちょっと不思議ですけどね早速やっていきましょうでは行きます えー、ラジオネーム「エビのエビデンス」ぶつけた瞬間に藤原竜也みたいに「なんでだよ!」ってなるうわーこれはあれあれですねやっぱりねそのぶつけた時本当にね「なんでだよ!」ってなりますよねでそれが藤原竜也さん風 <laughs> あのカイジのね なんでだよどうしてだよみたいなねああいう感じに本当になりますよねこれはねあのネタとかでも何でもなく本当になると思います、うん、僕もなりますからねいやなんでここでぶつかんのみたいなねふざけんなよぐらいまでありますからね <laughs> 小指に対して切れるっていうね、うん、感じで、まあ、藤原竜也さんになっちゃうっていうのはこれはわかりますねうんまあ藤原竜也さんといえばね今ね、あのー、ドラマやってますよね Get Ready? だっけなんだっけえっと、えー、っと、ゲットレディね。うーん、あの、妻吹さんもかっこいいね、あれね。うーんちょっと闇医者なんだけど腕はピカイチでね、あの、手術する人が決まったときにね、get ready って言うんですよね、あの、いい声で。 そうすると、あのー、手術室の,、ね、あのライトがフォワーンって光ってね <laughs> あれもいいですよねちょっと「GetReady」はねまた別の機会にちょっと話したいなと思いますはいでは続いて、えー、ラジオネーム「小い茶のおい茶」小指をぶつけて痛いと言ったら負けのような気がして痩せ我慢をするうわーこれもあるあるですねいややっぱりね 小指をぶつけた時ってなんか負けたたっっててなななんんんかか負くいいう気持ちありませんうんなんか痛いって言ったらその小指に負けたような気持ちになるじゃないですか <laughs> だから「は痛くねえし」みたいな「痛いって思わなきゃ痛くないし」っていうか「ぶつけたいま」みたいなね <laughs> そういうなんか意地の張り合い自分と小指の意地の張り合いが始まりますよね <laughs> これね僕もねよくやっちゃいますようんんなんか そのやっぱり小指をぶつけた瞬間は何でだよーっつってねあんでぶつけちゃったんだよーってなるんですけどただねそれをね口に出してしまったら負けないような気がしてね僕はね痛くねえからみたいな感じで普通に歩くんですよ普通に歩いて痛いんですよ痛いしもう小指を押さえたいんですけど何が男もなかったかのようにこう忘れようとするっていうその事実をうーんありますねこれは <laughs> 皆さんもあるんじゃないでしょうかはいでは続いてラジオネーム夜のランチ ものすごい痛みが来た瞬間にシステマでなかったことにしようとするうわこれもあれですねいややっぱりねその皆さんシステマって知ってますかなんか お笑い芸人の南川さんんがあのよよ。くやってたんですようちのガヤがすいませんっていう昔ねお笑い番組があったんですよで僕もそれ好きでね結構見てたんですけどその中で、あのー、やってたんですよねで MC のフットの後藤さんとひろみさんが MC だったんですけどその人たちがね結構ツッコミ入れたりしてねなんか例えば誰かに叩かれてあのー、南川さんが「<laughs> 全然痛くないです」 っていう芸なんですよでシステマを使えばどんな痛みとか臭いとか辛いとか苦いとかそういう感情も全部なかったことにできるっていうそれがシステマなんですけどそれね使いますよね <laughs> 皆さん使いますよね小指でねめっちゃ痛ぇっ,ってなった瞬間に <laughs> 全然痛くないです <laughs> なんならえ 今何かありましたみたいなねそんな感じになりますよねこれもちょっと分かりますようーんこれは本当にね南川さんも面白いですよねあのさらばさんの森田さんともね結構親交が深いし YouTube とかにもちょくちょく出てくるんでね皆さん気になった方はぜひチェックしてほしいなと思いますはいでは続いてラジオネーム「都に住むみやこ」ぶつかったことに納得いかずぶつけた場所まで戻り 1> 1人 VR 判定を行ううわーこれもありそうですよねいやーまあ僕はねそんなないんですけどまあぶつかったことに納得いかないは分かりますよ、うん、なんでぶつかったんだっていうねぶつかったかみたいなうんそういう判定でぶつけたところに戻って同じモーションをして VR 判定を1人でするっていう <laughs> まあ確かにね小指だから 立ってねこう見れば上から見れますからねミトマの1ミリ的な感じでね真上からこう見てね <laughs> 小指とぶつけたもののねところをこう見てねこれ今ぶつけ…ぶつか… 1mm 開1いてんなみたいなね <laughs> いやでも 1mm 開いた後に一瞬ぶつかってんなみたいなね <laughs> 自分でやるんですかねちょっとこれはシュールすぎる <laughs> う<ー>ん一 <laughs> 人 VR 班も VR でもないですけどね肉眼ですけどね完全に肉眼だし自分でねもう一回再現してますからその当時の再現 V を見るじゃなくてもう一回再現をしてあの判定してますからねそれはちょっと正確性に欠けるんじゃないかなっていうね感じなんでうん まあまあそういう人はねもう天井にいっぱいカメラをね仕込んでおくことをねおすすめしますね、はい、では、えー、ラスト、えー、ラジオネームこたつはホームぶつけた直後は iPhone のパスワードを間違えすぎた時みたいに何もできなくなるうわこれは秀逸ですねやっぱりぶつけた時って痛すぎて動けなくなるしもう何も考えられないじゃないですか でそれを iPhone のパスワードめっちゃ間違えると5分後にまた挑戦できますよみたいになるんですよねで間違いすぎると1時間後までこうパスワードを打てないみたいなねそういう機能あるじゃないですかそれに見立ててるんですよこれは結構秀逸ですよ <laughs> うんそっかね小指ぶつけた後に iPhone のパスワードをね間違えすぎた時並みにねこう何もできなくなるっていうねうわーこれはいいわふふふ <laughs> ちょっと今度から使おうかななんかそういう例えうーん <laughs> ということでね、えー、以上5作品が揃いましたそれでは結果発表に参りたいと思いますそれではいきましょう今回のラッコアングランプリは「ラジオネームエビのエビデンス」「ぶつけた瞬間に藤原竜也みたいになんでだよ!」ってなるでしたおめでとうございます、はい いやーやっぱりね、これは本当にわかるし、もう一度はみんなね、あのやったことあるんじゃないですか。なんでだよーっていうね、あれ、あれ、こうい指ぶつけた瞬間にやっぱみんな思うよね。なんでだよ。<laughs> もう藤原さんの顔が思い浮かぶねんね、床でね、こう、のたうち回ってるみたいな。うん、あれはね、本当に <laughs>。 思い出しても面白いしモノマネ芸人さんもね一時期めっちゃブームになったじゃないですか藤原達也さんブームみたいなねで藤原達也さんのものまねしてる人がいっぱい集まってみんなでねなんでだよゲームみたいなねそういうのも流行りましたよねうんだから本当に面白いし <laughs> それをね恋指に関連付けてくるところも面白かったんでね是非あ是非じゃね今回選ばせてもらいましたはいなのでね皆さんもあの恋指をぶつけた際は 藤原達也さんのモノマネをしてみてはいかがでしょうか <laughs> ということでね、えー、スプーンでお聞きの方は、容量制限の関係でここまでとなります。なので、まだ聞きたいよーって方は、プロフィールに YouTube のリンクを貼ってあるので、そちらから続きを聞いてもらえればと思います。そして、その回といったらなんですが、放送終了後にスプーン限定でアフタードーク配信を行っているので、詳しくはラコヒマツイッターをチェックしてみてください。そして、ラコヒマ聞いての感想を、ハッシュタグ、ラコヒマでつぶやいていただければなと思います。ということで、YouTube の方は引き続きラコヒマをお楽しみください。 はい続いては「話を広げよう」のコーナーと言いたいところなんですけどもあの僕の感覚的に言うとあの結構時間を押してますよね。 ちょっとね、このコーナー楽しみにしてくれてる方には申し訳ないんですけど、ちょっと今回このコーナーは飛ばしていきたいなって思ってます。はい、ちょっとね、ラジオ愛に溢れすぎて、あの、ラジオのこと話しすぎて、ちょっと時間がね、おっしゃってるということなんでね、うーん、やっぱ僕はね、何時間でもね、このラジオ配信になってもいいと思ってるんですけど、やっぱね、聞く側からしたらね、なんか2時間とかになると、 ちょっとラコヒマ聞くのやめようかなっていう方がね多くなるんじゃないかなと思うんでちょっと今回はね端折らせていただきますなのでねあの続いてのコーナーに行きたいと思いますその前にジングルですラッコの話で暇つぶしはい続いては月替わりコーナー大病院ラッコということでねえー、2月はドラマ大病院選挙で 鬼たちが病院に立てこもって、桜井翔さん演じる武蔵刑事に闇を暴かせるというストーリーにちなんで、あなたの病院に立てこもった理由を送ってもらっています。それでは、三通紹介していきましょうということでね。いやー、ちょっとすいませんね。話を広げるようなコーナーをね、走らせていただきましたね。うーん、まあ、ちょっとね、本当に、さっきも言ったように、ちょっとラジオがね、ちょっと溢れすぎたっていうね、感じなんで、まあまあまあ、そういうことで。 ちょっと今回はね、あの見送らせて、まあ、また来週からまあ、ね、あの話を広げようのコーナーやると思うんでね、そちらを楽しみにしておいてほしいなって思います。はい、でね、まあ、大病院選挙ですけどね、見ました皆さん。うーん、これネタバレになっちゃうと思うんですけど、まあね、 今度は鬼の逆襲が始まりましたね。逆襲というか仲間割れ。うん。なんか二人の親子がね。あのー、これ以上人が傷つけられるのは見ていられないっていうことでね。あの人質を。 なんか外から開けられないシェルターに逃がすっていうねうんそういう展開もあったりとかしてねうんこれからまた面白くなってくるなっていうのもあるしもう最後の方にね今回は病院の委員長の,あの闇を暴いてくださいみたいな感じであの暴くんですよねだけどその暴きが不十分だったんですよで鬼がまあいいでしょうみたいな感じでその後にあのなんかいろいろあって ははいそれで取調室にその委員長がいて警察に捕まってねでその取調室にあの武蔵刑事が呼ばれていったらあの爆弾がねこう仕掛けられててでその委員長が椅子から立っちゃうと爆発しちゃうよみたいな状況で。 ははいでは今から制限時間内にあの委員長からその自分の犯した過ちを暴露させてくださいみたいな感じで終わるんですよねうんだからこれは本当に面白いなっていう,うんだからもう警察内部にもスパイがいるんですよ鬼がいるんですようんだからそういうのもあってねなんかどん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 このいろんな仕掛けがねあのされているドラマなんで本当にね見応えがあって面白いなと思っちゃいますよね うんだからね武蔵刑事にもねどん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 頑張ってふーまに勝ってほしいなっていうふ <laughs> ーまに勝ってほしいなっていうね感じですよねあとはやっぱりそのシェルターに逃がしちゃったね鬼もねちょっと他の鬼に捕まっちゃったんですけどその人たちもどうなるのかっていうのもちょっと気になるところなんでねうん楽しみにしていきたいなって思いますはい、では早速コーナーに行きましょう、えー、ラジオネーム空の上では酸欠ホテルのスタッフの 態度が気に入らなかったので1週間立てこもったが出ていく時に10万円以上の請求が来て後悔が押し寄せました武蔵刑事遅かったですねうわーこれはねやっぱりそのホテルのね人のスタッフのね態度が悪かったまあまあこれはねもしかしたらあるかもしれないんですけどただね その自分の借りてる部屋に1週間立てこもったらやっぱりホテルの人はあ連泊されてるんだなっていうふうになるじゃないですかうんそれは当たり前じゃないですかで出ていく時にあのフロントに寄ったらねじゃあ請求は17万ですって言われてえっ、ー、っていうね <laughs> 当たり前 <laughs> 当たり前体操徹底んだよバカ野郎 <laughs> <laughs> 本当にもうこの人はちゃんとダメですようんなんかねもうちょっと考えられなかったのかなっていうまあでもそのスタッフのね態度が悪いっていうのでちょっとイライラしててねうんそればっかりに多分頭がいっちゃったんでしょうねうんしかもこの人ホテルで1週間立てこもったってことはどうしてたんですかなんか食事とかどうしてたんですか多分そのね ルームホテル内でのその食事とかはあんまり食べないじゃないですか多分食べれないっていうかねえスタッフの人に怒ってるんでその人たちが提供する料理には多分手をつけないっていうのは多分あると思うんですよ。ってなるとコンビニとかに行って食料を調達して立てこもってを繰り返してたんですかね。 だととすると何が面白いいのっていうねうんなんかホテルの中にいろんなアトラクションとかねあればいいんですけど多分普通のホテルだとそういうのもなくねただねなんかベッドがあってお風呂とトイレがあってテレビがあるぐらいじゃないですか何してたんですか、ね、<laughs> ずっとネットフリックス見てたんですかねうーんちょっとこれは気をつけた方がいいよっていう警鐘を鳴らしたいなって思いますねはいでは続いて、えー、ラジオネーム冬のプール リゾート建設反対のデモで廃工場に立てこもりましたがその工場は昔事故があり夜になると怪奇現象が起こりっぱなしで耐えられず0時前には帰宅しました武蔵刑事遅かったですねい,いやー <laughs> これはー、まあ、まあまあまあっていう感じですよね。 まあリゾート開発の反対でもね、まあ、こういうのはよくありますよね。なんか駅を建設するとかもありますよね。畑を売ってくださいとかそういうのもあります。で、それの反対運動で、まあ、廃工場がね、あのターゲットになってるから、その廃工場に立てこもっているんですけど、 まあそこのね工場昔事故があってね人が亡くなったりとかしてねあの廃工場になってるわけじゃないですかでそこに立てこもるってなるとやっぱ深夜もねいることになるじゃないですかで怪奇現象でねなんかこう鉄がねこうカランカランっていったりとかねなんか落ちてきたりとか物が動いたりとかねなんかずっとパチパチいってるみたいなねそういうのでねいや 無理、無理、もう怖すぎるみたいな感じでね、0時前に帰宅ですよ、牛水ど,どき前には帰宅ですよ、うん、ちょっと、これはこれでねっていうね、うん、まあちょっとね、僕でもビビると思いますやっぱり、ずっと怪奇現象を起こる廃工場で一人ですよ、深夜に。ちょっっと無理だなって思いますよね <laughs> だからこれは賢明な判断だし多分その建設の、ね、関係者たちも深夜は多分廃工場を見に来ないと思うんですよね、さすがにだからまあその人たちが来る時間帯に工場にいればいいわけですから、うん、これは賢明な判断だと思いますようん逆にそこにいて、ね、呪われたりとかしたらねそれはそれで大変だと思うしお祓い行かなきゃなんなくなっちゃうんでねうんこれはこれでいい立てこもりだなとは思いましたね。はい、ではラスト ラ、えー、ラジオネームおひとりさまランチ希望安月給で馬車馬のように働かされたので社長室を占拠してストライキを起こしましたが自分一人の力じゃどうにもならず翌日に晴れて無職になりました。武蔵刑事遅かったですね <laughs> いやあ、これはね、しょうがないよねっていう話。うん、まあ、安月給でね、馬車馬のように働かされて、まあ、いわゆるブラック企業ですよね。そこで、まあ、給料上げてくれという感じのストライキとして、社長室に立てこもったわけですよ。だけど、やっぱり一人の力じゃね、すぐね、あの、鍵開けられちゃったりとかしてね、お前はこんなことして恥ずかしくないのかみたいな感じでね、うん、もう、クビだみたいな感じで、はあ。 明日かから無職か<笑><笑>まあでも僕的にはそのやっぱブラック企業でね働き続けるとその人生の時間も無駄だし余計なストレスとかねなんか負荷とかもかかってねうーんそれが原因でうつ病になっちゃったりとかねそういうこともあると思うんでこの機会にそのクビになってよかったんじゃないかなと思いますよ。だってまあね こう年を取ってね働き口がなくなるとか狭まるとかね言うじゃないですかでもそんなブラック企業に勤めて身も心も削るぐらいだったらなんかもう苦労してね就活してねいいね企業さんのもとでねこう働く方がね全然幸せ度というかね幸福度変わってくるししかもせっかくねこの世に生まれてねこの人生一度きりですよそれを、 なんかそのね、ブラック企業に捧げるっていうのもなんかおかしな話じゃないですか。誰のために働いてるのかっていう問題ですよ。うん、自分だったりとか、その自分の大切な人のために働いてるわけじゃないですか。うんで、どうせ働くんだったら、まあ給料のいいね、ちゃんとした企業で働いた方が絶対いいと思うんでね。うん、本当にもうこの人はね、もっといい企業に出会ってね、ちゃんと幸せにこう、暮らしてほしいなって思いましたね。はい。<laughs> ということでね。 皆さんいろんな理由で病院を占拠していますね果たして青鬼を超える者は現れるのか楽しみですということで一旦休憩ですはいエンディングも違いということでここで少しお知らせを挟みたいと思います、えー、今のところこのメールは全て私ラッコは考えていますがもしラジオメールを送りたいと思った方は ラコヒマツイッターの DM にラジオネームをつけて送ってきてくださいそして次回のコーナーは花粉症あるあるるランプリです花粉症ってこんなことあるよなーっていうことを DM に書いてもらえると採用された方は次回のラジオで使いたいと思いますなのでぜひ気軽に送ってきてくださいコメントを待ってますはいエンディングですということでね まあ今日はねラジオ愛あふれるラジオ好きしかついてこれないんじゃないかなっていうラジオを放送してきましたけどねまあもうここまで聞いてくれてる方はねあなた、本物ですよ、うん、本物のラジオリスナーですよ本当にもうありがたいしなんかもうそういうね同じ熱量を持った人がねあの聞いてくれてるって思うだけで本当にね嬉しく思います。はい そんな、ね、あの今日の「シャープ #57」なんですけど、まあ、エンディングでもちょっとラジオの話についてね話したいと思いますで、まあ、55時間のやつもね喋ったし何のラジオがあんだっていう話なんですけどあのまあちょっと前も言ったんですけど「シュガレスラジオ」っていうのが始まりますオーディの方で始まってますはいまあシュガレスっていうねロックバンドのね、あのー、佐藤のあちゃん折、えー、原真よさん、えー、広瀬千尋さんこの3人が、まあ、ラジオ やり始めるとということでまあ話したと思うんでですよでオーディーで始まって僕もシャープイチ聞いたんですよね聞いてやっぱねあの一番最初なんでその自己紹介だったりとかあとこれからのね目標みたいな感じのことをね話して、まあ、10分ぐらいかなのラジオだったんですけどもうねあのその中でもうちょっと個人個人のこのねなんかやり取りだったりとかなんかこうちょっと。 お茶目な部分みたいなのもねこう垣間見えてもうねこれからねどういう感じのことを話していくのかっていうのもなんか楽しみだしなんかこうやっぱり10分とかだと手軽にサクッと聞けるじゃないですかうんだからねそういうのもいいなっていうねうんもちろん僕いつもその2時間ラジオ番組とか 1>, まあ1時間半1時間30分とかね「あのー、さらば青春の光」の「青春デストロイヤー」ってやつはね、あのー、6分か7分ぐらいなんですよそういうラジオも聞いてたりとかするんでね、まあ、いろんな,なんかラジオがあって、うん、いいなと思うしまあそのね、あのー、好きな、ね、バンドグループとかがそのラジオをやるっていうのもねやっぱいいですしね、うん、だからこれから楽しみだしあとアフタードークもねあるらしいんですよ なんですけど僕ねなんせね皆さんご存知の通り今55時間に追われてるわけですよ <laughs> もう55時間がね迫ってきてるんですよ今水曜日なんであと木金土日だから4日4日4日であと何十何時間聞かなきゃいけないあもうなあと半分ぐらい残ってんのかな うんって思うともう本当にねハードスケジュールなんでアフタートークの方に聞けてないんですようーん55時間が追ってくるからねうんもうリアル鬼ごっこですよね完全に <laughs> もう完全にリアルラジオゲームみたいなね感じでラジオに追っかけられてねそれをね何なくこう必死に走ってねあの追い越そうとしてるっていう状況なんでね あれなんですけどまあ余裕ができたらねアフタートークの方も聞いていきたいなと思うんですけどうーんまあ結構ねいろいろラジオに関する楽しみが最近すごくねあの多いんでね幸せだなって思いながらねラジオを日々聞いてますはいだからね本当にね一日24時間じゃ足りないうんそれは思う本当にだって今55時間が追ってきててでいつも聞いてるラジオも聞いてるから多分一日に えっとね、4・5ぐらいは、ね、マストで聞かなきゃいけないぐらいのスケジューリングでやってるんですよ。でそれプラスなんかやっぱインスタとかそういうやってることの準備もしなきゃいけないしこのラジオの準備もあるしあとなんだそのドラマ例えば大病院選挙とかね、うん、これもコーナーとかでやるんでしゃべれるようにちゃんと見ておかなきゃいけないし。 その他にもちょっとちょこちょこ見てるラジオあラジオじゃねドラムとかもあるんでそれも見たいしみたいなねそういうので結構ね24時間じゃ足りなくなってきてるんでね。 うんそれでなんか最近こう夜中まで起きててねタヌキが現れてみたいなねうんそういうことも起こってるんでねうんちょっと今一番ハードなんじゃないかなここ最近で一番ハードスケジュールなのかなってね思ってますけどうんまあそんな中でねちょっと今回ラジオの話ばっかでつまんなかったなっていう人たちのために1個ねまたタヌキ以外の小話をねしたいと思うんですけどあのーまあこの前ねあのー 会社が終わって車でねこう帰ってたんでですよで帰ってて、まあ、長い直線があってそこ走ってたら、まあ、前にね 1, 個1台車が走ってたんですよでその車がなんかこうウィンカーを出し始めたんであなんか細い道に曲がっていくんだなって左折していくんだなって思ってちょっとスピードを緩めたんですよねブレーキかけてでその前の車がねちょっとセンターラインをオーバーしてあのなんていうか1回 その車を右に振ってからあのその左の路地に入っていこうとしたんですよでまあその路地ね結構狭いんで多分それぐらい振らないとあの入っていけないんですよねでめちゃめちゃこう対向車線に出てまあもちろん対向車線に車がいないことを確認してからやったと思うんですけど振ってで入っていくんですよであ入っていくんだなと思って僕もアクセルを踏み始めたんですよそそしたらその車が 途中でその僕の,あのなんて進行方向を塞ぐ感じでブレーキかけて止まったんですよね。でえっと思ってえもしかしてなんかその路地から向こう側から車が来ちゃったのかなとか思ったんですよね。であの何だろうなと思ってでもずっと止まってるし対向車線もねいないからこうちょっと抜いていく感じその車を避けてあの抜いていく感じで走り出したんですよ。 で、その抜いていく時にパッて見たらあのね、対向車は来てなくてその路地からはね、車は来てなくてじゃあ何で止まってるかっていうとその人そ単純に <laughs> 路地に入っていけないというかフェンスがあってそのフェンスが邪魔で1回では入りきらないから止まってたっていう <laughs>。 だからそれだけね対向車に出てまで車を振ってね入ったのにもかかわらずそれでも入れないっていうねちょっとなんか人の失敗を見て <laughs> ちょっと面白いなっていう <laughs> あそこまで車前を振ってねあの入っていったのにあ結局入れなかったんですねってねあもう一回切り返すんですねっていうねそういうちょっとねクスっと笑った話がありましたうーん <laughs> まあ人ってそういうのありますよね うーん <laughs> なんかこうね前振りをいっぱいかましちょいていざやってみると全然できなかったっていうねうん、まあ、それも人生ですよ。うーんまあ、でもねそれをね俯瞰から見てる側としたらねすごく面白いんでねなんかいいもん見せてもらったなっていう感じでしたね。はい <laughs> <laughs> まあこんなねちょっと本当に小話っていう感じで終わりたいと思うんですけどね、えー、まあこのラジオはね全国2極ネットでやっております YouTube とスプーンでやってるんですけど YouTube の方はチャンンネル登録高評価コメントをよろししくお願いしますそしてえこの放送終了後にはスプーン限定でねアフタートーク配信も行っているので是非どちらもねスプーンのアプリをダウンロードして聴いてほしいなって思います はい、そしてインスタグラムの方では毎日スイーツ投稿していて金曜日にはねリール動画も上がってるんでねぜひそちらもチェックしてほしいのとあとアメブロではねアメブロスイーツといってね、えー、週3回インスタの投稿の中で特に良かったスイーツをね3つ厳選して紹介しているのと、まあ、ラジオが上がるときに上がるアメブロはねまあなんかラジオみたいにこうだらっと喋ったようなあの記事を書いてるんでねぜひそちらもねあの概要欄からあのリンク貼ってあるのでそちらからちょっとチェックと。 ししてていいなって思いますはいといととうことでねまあ今回もねいろいろ喋ってラジオ案について語ってきたと思うのでねまあ、皆さんもね55時間聞けてない方はね一緒に55時間をね攻略していきましょう迫ってきてるんであとね数日ですよ あ今日土曜日だとしたらあと1日しか猶予ないですからねまだ聞いてないよっていう方はね、あのー、ラジコのタイムフリーであの聞いてほしいなって思いますよはいということでね、まあ、また来週もやると思うんで是非暇つぶしに聞いてもらえたら嬉しいなって思いますということでじゃいじゃい